私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐誕生時の衝撃秘話。櫻井翔がグループの中心になるはずだった。嵐はセンター不在のグループだ。芸能活動を休止中の大野智にはリーダーの肩書きがあるが、これはあくまでも便宜上。キャリア、年齢ともに最年長のためしっくりくるが、故障という方が正しい。遡れば99年の嵐結成前、グループの中心人物は櫻井、当時は櫻井翔だった。相葉雅紀がハワイで開かれるデビュー記者会見の3日前に、ジャニー喜多川氏から電話で言う、パスポート持ってる。と聞かれ、持ってるよと答えたことで、5人目の嵐になったことは有名。反して櫻井は、優はリードボーカルねと言われており、最初の嵐だった。櫻井さんはジャニーさんから電話で、ワールドカップバレーボールのイメージキャラクターやるんだけど、やらない。と持ちかけられています。返事を渋っていると、リードボーカルというパワーワードを出され、これに惹かれて、じゃあ、やってみると OK したのです。アイドルシライター。デビューシングルは A.R.A.C. だが、原型となった Reach Out for My Dream という楽曲も、デビューの候補に上がっていた。この曲を櫻井だけは、有名な先生の自室にあるスタジオで、一人でレコーディングしている。松本潤と二宮和也は普通のレコーディングスタジオだったことから、櫻井がいかに特別扱いされていたかが伺い知れる。アイドルを長く続けるつもりがなかった大野は、ジャニー氏からレコーディングを手伝ってと持ちかけられ、ラップとメロディどっちがいい?と二者択一を迫られた。メロディと答えたことで、必然的に櫻井のラップ担当が決定。後に、A.R.A.C. ほか多くのシングルでラップパートを担当することになり、サクラップの造語が誕生。偶然の産物だった。デビュー前、ニノはジャニーさんから、櫻井が大学に入ったから、櫻井が主役のグループをバレーボールでやるからとはっきり言われています。当時、櫻井の耳には入っていませんでしたが、前で、アイドルシライター。ジャニーズ JR たちに言わせれば、ジャニー氏の優が中心のグループを作るからは常トーク。増田貴久もニュース結成前に言われている。ところが、蓋を開けたらメンバー全員に言っていたことが判明。増田は中心どころか、後方が定位置だった。嵐は結成から22年が経った。いつしか、櫻井だけではなく全員がセンターというモンスターグループに成長した。大晦日でグループ活動を休止しておよそ1年。2022年には、ぜひとも5人一緒の姿を見たいものだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。